お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、こちらメガナイトウォールブレイカー現環境バージョンがね登場しましたので、やっていきたいなと思います。メガナイトの弱点のね、エレジアイであったり、まあゴーレムであったり、まあそういったペッカであったりっていうのを、まあゴブドリとロケット砲士がいることによって、まあなんとか戦えるよといったね形なんだと思います。僕メガナイトウォールブレイカーマジ大好きなんですけど、最近ほんと使ってなかったんですよね。大型にしばかれ、ボコられ、煽られ、ね、使う気失せてたんですけど、ちょっとねこれは革命が起きそうです、メガナイトに。マジでメガナイト最近使ってても、やっぱりタケノコ株剃っちゃったな俺のタケノコ見えなくなっちゃった。これザップ打てば熱かったかな、打たなくても熱いと。いや熱いね、そうナイス。その何事しましたっけ。そう、最近だとやっぱメガナイトデッキってやっぱエリババだったりプリンスだったり、もう本当大型に戦うためにちょっと重くなってたんですよ、平均的なコストがね。まあ、なんですけど、これはね回転が速いからね最高すぎる。さあロケ砲延命できたらもっと良かったんですけど、まあここあれタケノコで植えながら逆サイ来たから、待ってメガナイトなんかエリババなんかゴブリンがセパレートしていく。さあ相手がまあ一丁ねウッド使ったから、エレスピ使ったね君。このコウモリ終わってくね、何で守るんだ。さあファイボージャンピングナイスで、ロイか。まあ意外とねゴブドリってそのロイプラスウッドされると普通に突破されちゃうんですよ。まあだから多分残りの1080を守るのはね、際だな。マジで際どいな。守れんのかな。いや、無理ですね。ドリルがいるので、多分残りのこの1008を守るのは厳しそう。まあ、だけど一応は守るよねっていう。いや、どっちやねんっていう。さあ、で、相手もまあ、ドリルは刺さりそうだな。はい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 。で、受けがきつそうですね。これ、マスキーないんでしょう。今、いいと思う。あ、エレスピ使いました。相手。はい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 。これ止まりません。ファイボか、これ絶対ファイボだ。ああ、違った。ごめんなさい。やばい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 。あんま思った通りにいかんな、プレイが。さあ、これちょっとやばくなってきたな。攻めちゃおう。攻めて、エリババ使ったから、ゴブリンで受けて。さあ、見てからでも受けれるのがね、強い。ザップとか。よし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 。いや、ワンチャンあるんじゃない？ 547 よ。これ、気合で耐えれるんじゃないですか。いやー、キングも攻めたいけどな。気合で、マジで気合で耐えます。本当に気合で。さあ、ファイブ使った。ってことは、低めコウモリ無双。絶対レスピ来る。それをね、踏んであげて。踏んだら感電するやんけっていう。バカやんけ、俺。ああ、マジか。すべてがうまくいかん。すべてがうまくいかねえよ。やべえって。さあ、一時交換。まあ、そんぐらいならいいでしょうと。からですね、真ん中ロイとかも嫌ですよね、されたら。延命してあげたいな。さあ、言うのぐらいちょっかい出して、一回防衛から入りたいっすよね、僕は、ぶっちゃけ。さあ、ドリル置いちゃおう。うわ、いてもなんか、じわるっすね、その絵。わ、マジか。ファイボ削り、ワンチャン真ん中ロイも来るけど、おぉ、これはでも簡単狙えるんじゃないのか。LSP とか来んのかな。いやーマジか。やべやべやべ。いや、これちょっとやべ。タケノコ？タケノコマジで頑張ってほしい。OK、タケノコで、いや、頑張れる。これ、なんなら、踏めたら熱い。踏めたら熱い。結構熱い。OK、熱い。激熱。耐えて。ほら、もう負けたと思ったんですけど、相手がね、全勢力を注いできたことによって、待って、俺勝ったと思ったんだけど、待って、勝ってない。えぐい。本当にえぐい。マジやばい。ロイが来る。そこのロイか。そこのロイは別に何でもいいけどな。メガナイトでも一回踏んで。なんやこの試合。お互いなんか守ることを知らないっていう。いや、やばい、待って、落ちて。いい加減落ちて。やばい。マジで落ちて。本当に嫌だ。やばい。さあ、ナイス。いや、これメガナイトコストたまる。あ、怖え。なんかこんな試合、あんましないっすね。お互いなんか攻めてね。いや超ギリギリだったんですけど、やっぱメガナイトの回転速いのでかかったですね、本当に。ゴブリン、コウモリ、ユーノ、ザップとかで回りますので、やっぱ回転速いメガナイトオールブレイカーね、楽しいですよね。
さあよろしく。でこの人なんかねすごいデッキ使ってる人なんですよ。すごいんですよ。その説明がむずいんですよ。だからペッカスケラ、ペッカスケラ、説明簡単だったわ。ペッカスケラです。これトルネとかしてくんじゃない？ロケット矢斜め、マジ矢斜め、なんかめっちゃ悩ません？飛んできたら矢斜め辛いっすよね。なんかこういうロケット押しデッキ使っててすごい思うんですよね。さあこれちょっといい流れじゃないでしょうか。いろいろ残ってるからね、いろいろ追加してあげて、なんならねザップも構えてあげてね。これタギがいいんじゃない？タギが言うのに行って後ろからゴブリンが背中ゴブリン、ザップいらんかったな絶対今ので。まあまあまあっていうエレキダックプリですね。まあドリルからしてダックプリが厄介かなぐらいかな。で多分スケラとかだと思うんだけどな、どうなんだろうね。いやな、めっちゃくちゃくちゃくちゃ、あれトルネか、ヤナアメもあれあったよな。ヤトルですね、ヤトル、ヤトルくんか。でボンバーもいたっすかね。ボンバーも嫌なんですよね。さあたまたま逆サイドになればラッキー。ドリルユーノえぐ、えぐいに来たな。さあここは防衛をします。で攻めたから相手がね攻めきれなくて、いやこれちょっと嫌な、嫌なの引いたっすね本当に。ナイスで6強でギリ耐える。トルネ嫌な雨なんで、まあぶっちゃけ僕対空マジでゼロみたいなもんなんですよ本当に。守るの鬼ハードなんですけど気合でね。ペッカいると思うんだけどな、いねえのか。いないならラッキーだけどな、いると嫌だよねっていう。でドリルも意外とバルーンの防衛に使いたいよねっていう気もするんですけど、やっぱ回転速いからゴリゴリに行くのが正解なんですね。防衛に回った瞬間終わる気がする。さあやつ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 、いろいろ頑張ってくれそう。暇なんでザップ打っちゃおう。さあさあさあ、熱いね熱いね。いやめっちゃ溶けるな、マジか。思った以上に溶けてくれたな。さあうわすごい。さあここはザップで守りたい。ナイス、いっぱいいるな、めっちゃいるな。そっち側の方がすげえ刺さってんだな。さあナイスナイスで言うのも入るんじゃない、もしかして。300か、300ってなんか絶妙だよな。お、ロケット押しナイス。相手バルーンだったな。一応バルーンスキラ警戒して。そう。いや、勝ったな。あれ、ザップ圏内。ナイス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 。熱いですね。なんかやっぱ回転早いの大事っすよね。これ僕の回転遅かったら、ほんとロケホーとコウモリ処された瞬間終わるんですけど、やっぱ回転早い分、その分攻めでカバーできたりだとか、まあ2周目のコウモリロケホーでね、ほんと気合ですね。気合ゲーですね。いやーマジでメガナイトオールブレイクが大好きなんすよね。マジで使ってほしい。あの格上にもすごい強いと思うんですよメガナイトって。ウィザードとかネクロとか、まあ、そういったカードでも強いからね、本当に最強クラスだと思ってます。でまあこのデッキのユーノとかはちょっと火力が出にくいから、意外とねウルトラだしね、ダックプリとかプリンスとかね、あの他のカードに代用も効くと思うからね、使いやすいと思います。使ってくれ。よしマッチングした、よろしく。さあなんだ、ヤナアメですね。ヤナアメじゃなかったらマジでほぼ勝てる気がします。矢だけですね厄介なのは。さあどうしようかな、端前言うのはキング起動されるの嫌なので決にしますね。からのメガゴー、ラバーエレジャイジャイゴレー、まあ重量級ですかね。あとロイの可能性もあるか。ああ、LSP だったらロイっぽいか。ロイっぽいな、非常に。非常に、あなたはロイジャイの香りがします。マサネクの香りもしてます。ウッド？え？トルネ？ん？ん？寝た？さあ、とりあえず結露来たな。ウッドとか使ってくんねえかな。さあゴブドリ防衛するんですけど、これ結局ウッド打たれてすぐ壊れちゃうんで多分大したことないっていうね。さあいっぱい豚を連れてきそう。まあでもこれ全部あのメガナイトで踏めるから、踏ませて踏ませてくんなきゃやばい。ナイス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 。ゴブリンが、ゴブリン頑張ってカバーして。やばい、えぐい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 
やばいやばい、無駄、やばいやばい、やばい、マジでやばい。思ったよりメガナイト無能。メガナイトはもうちょっと頑張ってくれよって俺が踏めなかったのが悪いんですけどね。さあ、キングギドしてきそうだな。読みそパーンとか。さあ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 、結論ですね。ドリルの使いがむずいですね。ドリルが。さあ、これ1スラで勝ちたいからな。どうしようかな。許容してもよかったけど、まあいいや。で、ファイブもちょっと嫌だよな。ファイブ打ちにくそうな感じで出してあげて。一応ドリルで耐えるか。コウモリも使ってね。一瞬で溶かします、この間に。やべえ、えぐいて。いや、2倍タイムなる、2倍タイムなる。熱い熱い熱い。メガナイト、メガナイトよこせ、メガナイトよこせ、俺に。よしよしよし。メガナイトよこしてくんなきゃ、豚が多すぎてやばいって、マジで。さあ、これはちょっと怖い流れがありますよ。非常に。非常に怖いですね、流れが。メガゴに行って、ナイス。さあ、ロケホを貯めたいね。いや、ロイじゃ嫌だな、マジで。ロイ安すぎるな。あのトリトンも嫌なんで、引っこ抜く。低めコウモリ。踏む。耐えてくれ、耐えてくれ、耐える。いや、耐えるのはできる。耐えるのはできてんだよな。でも耐えてるだけなんだよな。さあ、なんか、ユニット突破しちゃおうぜ、そこ。突破しちゃおうぜ、気合で。なんとかなんねえのか。一回行くか。一回行きます。いや、ワンチャル。ファイボー。いや、マジでやる、マジでやる。いや、まあまあか。いや、突破しろ、マジで、コウモリ。ナイスナイス、あ、ウッドかよ。いっぱいあるやんけ。いや、でも流れマジでいいです。流れマジで、ウッド使ったから。いや、これ左に逃げないとできてるな。いや、ドリルでいっか。守りすぎか？いや、いい。よし、守って、守って、マジでマジでマジで。イコブリン完封して。で、ロケは残ってる。追加。LSP さえったら U の追加していいけど、このダックプリがマジで突破できねえんだよな。エースピ来るんじゃね？いや、いい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 感じの。さあ、いや、マジでやる、マジでやる、マジで走れ。飛べ、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 もう一発。ナイス、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 ナイス。マジでやる、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 マジで。踏むか。踏んで、ロケ砲削りをちょっと意識しよう。で、ザップ使って、気合で突破してほしい。気合でね。いや、これなんだろ？いや、熱？熱々？マザネクとかも関係ない。全無視、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 全無視。んー、いや、熱々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 。しかも、ウッド使ってくれたから舞台ならない。ファイボン使った。でもドリルないと守れない。ドリルないと守れない。ドリル、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 センド、ドリルしろ！ドリル、ドリル、お、待ってやべ、ドリルセンドか！バカ、バカロイ！ドリルしろや、そこは。これ、いやー、最後はもう一個早く回しとけばよかったですね。非常にもったいない曲げ方をしてしまいました。マザネク型のね、エレジアイとか、ま、いろいろあるので、このデッキの、その、きつい組み合わせ、エレジアイがきついのと、マザネクがきついので、そういうの組み合わされると、ちょっと厄介かもしれないですよね。どっちか単体系だと、ま、メガナイトだったり、ドリルでお互いカバーできるんですけど、なんかきついの組み合わせられるとちょっと嫌な気がする。さあ、ホグっぽいよな、今回の相手は。近畿道していきます。ロケット押し大人気ですからね。ロケホーダクプリでしょう。いや、なんだろうな。いや、マジでわかんねえ。ドリルで受けちゃおう。まあ、攻めで使いたいけど、まあ、ウォールブレイカーで攻めれるしね。いや、なんだこれ、ロケホーダクプリ。うわぁ、マジか。今、ちょうど使いましたからね、僕。ドリルくん。ドリルを使ったら、このね、ロイジェが止まんねえよと。ただ、痛いですね。痛いですけど、この後にちょっとカウンターも狙ってね。さあ、ロイジェ LSP の、ダクプリ入りのね。はい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 。ロケ砲厄介だな。え、でもロケ砲使った。これ結構厚めだと思うんで、いきますね。結構熱いと思うんだよな。ロケ砲振り向かなければ。振り向かないね。熱いね。
いや、LSP、LSP 溶けた、あっつ、しかもなかなかいいザップしたくない今。しかもコウモリが、いやー、いい近畿度相手の。うまい、さすがにうまい近畿度だけど、ダメージ入ったな。でかいな。これ、ロイを完封、なかなか僕難しいんですよね。だからこの間にダメージ与えれると、でかいけど、いや、874もそこそこに遠いな。ドリルも別にロイウッドで普通に防衛されちゃうんだね。よし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 。まあ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 、悪い流れではないよね、と。さあ、ここをちょっとメガナイトで受けつつ、ロイ来たらどうしようかな。ドリルで守りたいけど、ウッドをされると、普通に嫌なので。さあ、組み合わせていき、いろいろね、ナイス、ザップ、いらなかった。んいや、これ、オールベイカー一発欲しいな。入りをしないと。さあ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 。いや、まあ、流れはいいですよね。でも、逆サイロイ、そろそろ来ても良さそうだけどな。相手は、ま、守ってくるか。行きますか。多分、絶対一旦防衛してくるターンだから。ちょっとここで攻めてあげてね。いや、ね、ナイス。スキーが解ける。なんだこの辺的なにザップしていけばね、いろいろ来るでしょ。おい、ナイス。ロイジャイとかもね、間違いなく気づいてて、ドリルもね、やっぱ、別にロイだと、攻めウッドされてね、突破されちゃうっすよね。よいしょ、最後一応警戒して、ドリルも置いて、ナイス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 。いや、これ勝てるのでかいね。というわけで、よければ皆さんもメガネドロイカ使って頑張ってください。終わります。チャンネル登録もよろしくね。お疲れちゃんでした。またね。